ジャガリーを固めたブロックとアメリカ合衆国の一銭と効果ミャンマーの都市マンダレーの市場で販売されているジャガリーやカトとは砂糖の一種。赤葛色の塊を含むアラフン糖で糖度が約80度の含む蜜糖である。中国では砂糖キビの作汁を鍋で煮詰め、それを固めて冷ましたグルと呼ばれる最も原始的な製法の含む蜜糖を石蜜と呼んでいた。 インドの一部でもグルと呼ぶが多言語の地域であるためテルグ語のベラムなど様々な呼び名が存在する。その他アメリカなどではジャガリーと呼んでいる。主に台湾やフィリピンで生産される。砂糖は製法の違いにより含む蜜糖と分蜜糖に分けることができる。このうち含む蜜糖とは糖蜜分を分けずに結晶砂糖と一緒に固めるものである。 赤糖は黒砂糖と並び含む蜜糖に含まれる。原料糖や糖蜜などを配合し、強雑物を除去して、煮沸による濃縮を行った後、炊き上げたものを木製の木桶の中でこねながら冷却して結晶化させ、固形、または粉末状にする。上白糖やグラニュー糖などの生成糖と比較して、生成を抑えており、砂糖きびの味と独特の甘みを残している。 一方、原材料である素糖と糖蜜などの配合を調整することにより、成分や色調などをある程度は均一化できるため、比較化されている加工食品などにも広く使用され、カリン糖やクロパンなどの生花性パンなどに昔から広く使われている。また、黒糖とは違い、産地や原材料の種類などの組み合わせによって様々な特徴を出すことができる。日本に、 初めて砂糖が伝来したのは754年のことであり、唐から元人王将から愛朝した時の舶来品の中に石蜜諸島、蜂蜜、感謝とある。唐代以前の砂糖と言われるものはインドからもたらされた方法によって作られる紅糖と言われるものであったが、石蜜と基本的には同類である。石蜜と同類の紅糖が後に日本に伝えられ、 クレナイから赤トに変化していった。アーユルベーダにはグルの様々な効果が記載されている。新能本草教の虫十部条本にある石蜜は蜂蜜のことで心腹の邪気を払い痛み止めと解毒の効果があるなどとしている。ありがとうございます。